はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日はリアタイドを取っていきたいと思います。今日ねちょっとね使いたい選手がおりましてですね、その選手を使っていく前にちょっとレベルがちょっと足りてないのでマックスにしたいと思います。で一応ね何も特訓とかしてないですけど、今日はねディクソン選手を使っていきたいと思います。でちょっとね前の動画のネタバレが今ちょっと入ってるので、今ちょっと入ったね何も考えずに行ったんですけど、まあまあ仕方ないでしょう。まあいいや、まあそこはね気にする人はまあいないでしょうそんなにね。うん、まあ大丈夫でしょう、前の動画見てきてくれてるでしょう。ということで今日ははいバック言ってますけどね、すいませんね。はい、今日はねディクソン選手を使っていきたいと思います。でなんて言ったってディクソン選手、まあ代表的な球種がありますね。ナックルカーブ、変化量6で球威も A です。まあこの球とまあツーシームも持ってますね。で何せなんせねすごいのが先発中継ぎ抑え全部特訓限界突破なしでいけるんですよ。すごいですよね。ちょっとフィールディングの面でちょっと不安があるかな。捕球 F、スローイング F なんで、まあ、ここがどのぐらい影響を与えるのかどうかというのはちょっとわからないですが、今日はどうしようかな。あ、先発でいこうか。先発いこうか。先発でいきます。はい、先発でいかせてもらいます。これ山本由伸選手にちゃんと入れ替えて。先発でいきましょう、ディクソン選手。はい、そうですね、先発でいきますもんね。じゃあ先発でいきましょう。はい、どのぐらいね通用するかというのはちょっと投げてみないと分かんないのと、大会だったらもっと強かったかな、正直このナックルカーブが生きてくると思うんでね余計にというところではありますが、まあ普通のリアタイでもたまたま、ちょこちょこ使ってる人は見るので、まあ全く通用しないっていうわけじゃないと思うんですけど、ちょっと使ってみたいと思います。でこのディクソン選手もちょっとネタバレ入るんですけど、この前ねタイムスリップのイベントちょうど僕が始まる前に、3連単発を引かせてもらったんですけど、2連目で S ランクとして、手に入れることができましたね。はい。とあとね僕ねちょっとさっき調べて気づいたんですが、まあ僕の動画、まあ、全部見てる人はそんなにいないと思うんですけれども、なんかね思ったんですよふと。今シーズン入ってパ・リーグしか引いてないんじゃないかと思って、で調べてみたらですね、ヤクルトが一選手、中山選手と広島の野間選手を開幕の時に引いたんですけど、それ以来全部ねパ・リーグが僕 S ランク出てるのに気がつきました。まあどうでもいいんですけどねそんなことは。はい、ということで契約書開封からいきたいと思います。A ランク契約書ですね。もう大会は途中で僕は諦めました。その A ランク、おおはい、ありがとうございます。 A ランク契約書から O の選手をいただきました。大会のね報酬から、まあ、ある意味 S ランク契約書と、まあ、僕の中ではまあ嬉しいですね。しかもこの時に引けたのが嬉しい本当に。ちょっとね使ってみようかな、どうなんでしょうね。 A ランクを使ってみようかなとは思いましたが、まあちょっと考えましょう。で当然限界突破できるんで、これで凸2かな大野選手やっと。なかなかね出ないんですよ大野選手本当。じゃあここは S ランク狙っていきますよ、ゴールド契約書なんで。この虹っぽいのはねなんかね嬉しいっすよね、まあ、今更なんですけど。さあお願いします、とりあえず燃えてください。残念。はい、中島拓也選手です。はい、ということで今日は最初に紹介しました通り、ディクソン選手メインでのメインというか、まあ先発でのリアタイになります。ということで対戦画面まで飛びたいと思います。あとちなみにですね、その前にちょっと報告がありましてですね、この星5今日本一達成回数49回まで来ました。50回になると S ランクチチーム契約書がもらえるので、これはね手に入れ次第すぐ引きますホークスで。でギータ引きます、もう僕は手に入れたつもりでもいますまあそのぐらいの気持ちがないと本当引けないと思ってるんで僕は。はい、その気持ちで当日も引きたいと思いますんで皆さん楽しみにしててください。ということでリアルタイム対戦をやっていきたいと思います。じゃあ対戦画面まで飛びます。はい、ということで対戦よろしくお願いします。今日はね、珍しく
先行です。さあ石川選手ですね、お相手。さあ叩いていきたいですよね。ここは石川選手はね、シンカーと高速シンカーの見極めプラス、まあカットスライダーがあるぐらいかな。まあそこをうまく捉えていきたいですね、ここはね。さあそろそろね、高速スライダーが来る頃だと思うんで、それは狙っていきたいと思います。下手くそですね今のはね。フェアに打たないといけないボールなんですけども、このボールもね、まあ大体右下ですよね。次はどっちで来るかな。おーし、けい。まあこんな感じですね。はい、まあ、石川選手はねそこまで苦手ではないです、僕は。ただあのコントロールがついた時は厄介ですね。今のはね叩き込まないといけないです、スタンドに。本当はタイミング合わないですね、今日は。これはダメ。あ、抜けた正面かと思いました。こうやってコントロール20丸があるんですよね。これ初球から走ります。あ、やばい。まあ切り替えていきましょうくそ、ストレートか、ストレートか。ここで投げてくるか。まあ基本的にストレートシンカー高速シンカーでいいと思ってるんですけどね。もったいないな、もう。お、二塁行く？おー、怖い。はい、ナイバッチ。バース選手いいですね。左の方がどっちかっていうと打ちやすいですね。ちょっと今のは気にせずに。ああ、もったいないな。ちょっと充電器が最近調子が悪いんで。いや、超えるか。おー、いったね。オッケーオッケー。さあ、二塁打です。さあ、2点取りましたよ。幸先よく。今日はね、勝ちたいですね。最近リアタイ負けてばっかなんでね。本当勝ちたいですね、そろそろ。球目は何で来るか。ゲー、入った、入ったね。さあ4点まで来ましたよ。いいね、今日調子いいですね。なんだそれは。オッケーさあ初回から5点取りましたけれども、まあ、ぶっちゃけね、正直、まあ、ピッチャー目線なんですけど、まあ、ピッチャー目線じゃない、今日ディクソン選手の動画なんですけど、まあ、1回投げれたらいいんで、このまま裏ね、ゼロで抑えて、完投っていうのもありですけどね、完投っていうか、コールドっていうのもありですけど。うわ、ああ、抜けた。なんかちょっと意味深な配球をしてくる方ですね。これこのまま甲斐選手でいきましょうか。甲斐選手のリアタイ打席見せることないですもんね。だってちょっと重くなってきましたね最近ね。まあちょっとマシになったかなと思ったんですけど、試合中盤になると重いな。最初はいいんですけどね、やっぱり重さがかかってくるんですかね。普通にね、自分でやってる分にはもう重くならないんですよ、正直。なのでまあちょっとは改善されたのかなとか思ったりはしたんですが、さあゼロで抑えたいですね、ここはピシッと。さあ当然入りはね、ちょっとナックルカーブ投げてみたいと思います。どうしようかな、ボール球になるぐらいでいいんですけど。あ、いいとこ。えぐいですね、曲がりがね。ここを主体にしてちょっとやりにくいな。あ、ボールか。まあいろいろ出だしがまあ同じとこぐらい。あ、やばい、やっぱ危ないか、さすがに。まあちょっと嫌な音がしましたね、今ね。どうしようかな。まあやっぱりナックルカーブのここでしょうけどね、ここ。ああ、これ振ってくれるならありがたいんですけど、ストレート高め、ボール球とか振りそうですけどね、この人。ちょっと高すぎるか。どうしようかな。球種がねちょっと少ないのがあれですね。ここら辺から投げるか。いや、取ってくれ。OK。 さあ今ちょっとねナックルカーブに意識がいってると思うんで、その間にちょっとツーシームとかでカウント稼ぎたいと思いますけど。ああ、ボールか。
あーまあ危ないかな、高速スライダー入りは。さあどうしようかな、ここ甘いよな。いや行ってみるか、やっぱ打たれますよね。そっか、あのナックルカーブが、あそう左バッターの方が投げやすいですね、左がいいですね右よりは。うん、 OK ですね。まあここを主体にするのがいいのか、うん、まあちょっとね手探りしながらですけど、 OK OK。でからとりあえず1球、あーやばい甘い、それは甘い。なんかセンターの動きおかしくないですか、アップで入ってから。なんかねポテンヒットがエラー増えたような気がするんですよ、まあ、今のはヒットかもしれないですけど、なんかね前までだったら取ってたなやつがヒットになったような僕は気がするんですよね。まあぶっちゃ けそこまで体感してる人がどのぐらいいるかちょっと分かんないですけど、なんか僕はそう感じますね。うわ今全然曲がらなかったですね。ケツ、うん、さああと1人まで来ましたね。どうしようかな、いや危ないかな、まあとりあえずナックルカーブでボール球で振ってくれればラッキーで、あいいとこ、うん、結構手出してきますね。もう1球ここに投げてほしいんやけど、なるほどね。よし、いやなんでやる、なんでやただのピッチャーフライじゃん、普通だったら。これは決まってないか、どうしようかな。ツーシームのボール球、あいいとこですけどね今のも。よし、OK、よし、ゴールドゲームですね。まあ、よかったかな。まあ、ただね、もう1球種強みがあればいいんですけどね。でも、やっぱりあのナックルカーブはまあ強いですね。ただ、あれ見切られたらもう策がないって感じかな、今んとこ。やけん、やべえ、名前ど忘れした。ハーマン選手とか、岸選手とか、まあ、そこら辺と同じ系統ですもんね。まあ、それにツーシームがあるので、まあ、ちょっと強、まあ、でもそんな変わんないですね。まあ、でも、全然いいと思いました、僕はね。僕はいいと思いました。うん、結構ね、投げててやっぱ楽しいですね、新しい選手使うのはね。はい。で、今ね、この A ランク確定スカウトとか、僕いつも引くんですけど、ちょっと今回はスルーしようかなと思ってます、今のところ。まあ、わかんないですけどね。ギリギリとかで引くかもしれないですけど、まあイベントはもう僕終わってるんで、はい。まあいいんですけど、まあね、A ランク以上確定スカウト、これね、結構 S ランク出るんですよ、僕。S ランク出るの引きたいんですが、ちょっと今回は我慢しようかなと正直思います。まあ本当はね、まあ、バカみたいに課金してやるのが一番なんですけど、まあそれやったらもう強くなるの正直当たり前で面白くないんで、はい。まあ僕はなるべくしないようにはしてるんですけど、まあよっぽどのことがない限りね、無課金を貫いてるわけなんですけれども。で、いろいろね、使いたい選手はいっぱいいるんですよ。まあ、今ね、B ランクがもう、B ランク、A ランク育成しまくってて、結構ね、面白い選手がいるんですけど、次はね、もう石川選手使ってみようかなと思います、一応。せっかく手に入れたんでね。で、増田選手も手に入ったんですけど、増田選手もちょっと使ってみようかなとは思ってます。リアタイでね。まあ、手に入れた選手は1回は使ってみたいなと思うんで、さすがに S ランクはね。まあ、絶対にやると思いますけども。あとは、そうですね、ちょっとネタバレがいろいろ入ってくるんですけど、金子選手がね、僕の中では結構ピンズドの補強になって、今後ね、リアタイで多分見る機会増えると思います。盗塁と走塁があるんで、ダイソーで使ってそのまま守備固めでレフトに入れるっていう感じですね。
で使っていこうと思ってます。あとはまあそうですね、能見選手とかちょっとリアタイで使ってみようかなと思ってます。結構ねツーシームもあるしフォークもあるしスライダーも、あの要は現役の能見選手をちょっと強化した感じのイメージなので、まあ、ちょっと使ってみたいと思ってます。でね、残念なのが B ランクでしか松坂選手持ってないんですけど、ちょっと使ってみようかなと思ってます。ここもね、で杉内選手はね S ランク手に入れたんで、まあ、S ランク完成次第使っていく見たいとは思ってます。ただまあ特能とかの部分で、まああんまりリアタイム系ではないんですけどね、松坂選手も杉内選手もまあちょっと使ってはみたいと思います。まああとはそうですね、まあ B ランクはいないかな現状。大貫選手ちょっと面白い感じではあるんですけど、まあこれにツーシームとかあったら本当強い、リアタイの中でも強い選手になるんじゃないかなと正直思ってはいますけども、まあ今後ね、うん、もしかしたらツーシーム習得してリアタイ常連のピッチャーになる可能性もあるので、まあ、一応一目置いといた方がいいピッチャーではないかなと僕は思います。はい、でなんて言ったってね、まあ、ベイスターズっていうのもあるんですけど、このツーシームが山崎康晃選手のツーシームと同じ軌道なんであるかもしれないですね。普通のあのツーシームのね取得もあると思うので、まあ注目選手ではあるかなと正直思いました。はい、まあそのぐらいかな。まあそうですね、まあそのぐらいですね。まあピッチャーはね使っていこうと思ってるんで楽しみにしててください。 S ランクも結構増えましたね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,63 選手、めちゃくちゃいますねまあミキさんに何人かかけるとは思うんですけど、まあもしね解禁になったらね。はい、ということで今日はこの辺にしときましょうかね。またちょっとリアタイド続くかもしれませんけど、はい、よかったら見ていってください。ということでご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。